アンジェリック・ウィジャヤはインドネシアバンドゥン出身の女子プロテニス選手。WTA ツアーでシングルス2勝、ダブルス2勝を挙げた。自己最高ランキングはシングルス55位、ダブルス15位。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。中国系の選手で漢字名はコウイリンという。1990年代に 世界ランキング19位1997年ウィンブルドンベスト8などの偉業を残した先輩選手、ヤユクバスキの後を受けてウィジャヤが当地の新生として活躍を始める。彼女はジュニア選手時代多数のトーナメントを制し、4大大会の女子ジュニア部門で2001年ウィンブルドン2002年全仏オープンシングルス2002年全豪オープンダブルスで優勝した。 2001年ウィンブルドン選手権のジュニア女子シングルスでは決勝でディナラサフィナを6から4、0から6、7から5で破りインドネシアのテニス選手として最初のウィンブルドンタイトルを獲得している。2001年9月末、ウィジャヤはインドネシアバリ大会で WTA ツアー大会にデビューし、この大会でいきなりツアー初優勝を達成した。2002年5月、 ウィジャヤはクロアチアボール大会で、タチアナガルウィンとペアを組み、女子ツアーのダブルス初優勝を果たした。ボール大会のダブルスを制した後、2002年、全仏オープンで4大大会本戦にデビューし、この年は、全仏オープンウィンブルドン、全米オープンとも2回戦に勝ち進んだ。全米オープンの1回戦で、ウィジャヤは、ロシアの人気選手、 あんなクルニコワを試合時間44分で圧倒し、世界の注目を集めた。クルニコワは2001年全米オープンから4、大大会で1回戦敗退が続いていたが、このウィジャヤ戦での大敗で観客のブルーイングを浴びた。ウィジャヤ自身は、続く2回戦で敗退している。同年11月に、タイパタヤ市開催大会の決勝で、超サムテてを6から2、6から4で破り、 ツアー大会でシングルスに勝明を挙げた。ウィジャヤは2003年ダブルスでベネズエラのマリア・ベントイコール・カブチと組んで多くの好成績を出した。ウィジャヤとベントイコール・カブチは2003年ウィンブルドン全米オープンの2大会連続で女子ダブルスベスト8に入り、ウィジャヤの故国のトーナメントであるバリ大会のダブルス優勝、WTA ツアーの TI トーナメントの一つである。 カナダマスターズダブルス準優勝などを記録した。2004年はオリンピックのインドネシア代表選手としてアテネ五輪に出場し、シングルスは2回戦に進んだが、ダブルスは1回戦で敗退した。彼女は2004年末に左膝の手術を受け、2005年のシーズンを棒に振った。その後、女子ツアー大会では、かつての好調査を取り戻せず、2008年に現役を、 引退した。女子テニス国別対抗戦、フェドカップのインドネシア代表選手としては、通算29勝6敗の成績を挙げた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。